네, M타임 시청자 여러분 안녕하세요. 이민호입니다. 한국版 花より団子で道明寺司を演じ、日本で高い人気を博した俳優イ・ミンホさんが11月11日東京国際フォーラムでイ・ミンホファンイベントピース&ラブを開催しました。今回のイベントは人を結び世界を結ぶ友情をテーマに、先日シン・スー・フンさんとピアニストの西村幸恵さんが参加したチャリティー活動の一環として開かれました。ファンミーティングの前に行われた記者会見では、国連から感謝状が贈られました。일단은너무나좋은취지의이벤트이기때문에이런좋은행사에참여할수있어서너무영광이고요좋은뜻을미약하게나마많은분들과조금함께나누면서더뜻깊고더좋은일을함께할수있었으면좋겠습니다およそ1年ぶりに開いたファンミーティングでは韓国で放送されたドラマ「個人の思考」のエピソードをはじめ友人とのプライベートなことまで語ってくれました。またサイコロを投げてファンにプレゼントをするコーナーではこんな場面が。感謝は命です。一部が終わり2部で再登場すると客席に降りてファンにバラをプレゼント。会場は大盛り上がりとなりました。さらにピアニスト須藤千春さんがゲストで参加、ピアノの演奏に合わせ手紙を朗読しました。저에게도좌절하던시절이있었습니다하지만여러사람의도움이있었기에지금저는이자리에있을수있습니다ファンミーティングの終わりには会場からアンコールが上がり歌と共に登場。とても楽しいファンミーティングとなりました。You are the choice.